久保さん、今回回にしましょうか改善の回にまああの結局取りたいところに落ち着くでしょうね <laughs> 改善して改善して結局シンプルになるっていうねうーんこともありえるかなと思いますねうんまあ確かにねあの広い部屋になればその部屋に物が増えるんですよねこれ置こうとかあれ置こうとか で、また新しいものが買ってどんどん増えていくんですよね。でも、容量が小さいと、その容量が小さい中でっていうところですよね。で模様替えはね、久保さんね、模様替えはもう10回ぐらいしましたね。模様替え。模様替え10回ぐらいした結果、今、もう究極系になってます。もう究極系の,あの部屋に行き着いたかなと。さまざまな模様替え、改善を繰り返して。 もうね、これ以上ないんじゃないかなっていう。結構いい感じにはなってます。うん。で、いい感じになったんで、まあいいかなっていう。<laughs> うん。だから要は、あれですよね。なんか、この億万長者合宿のやりとりでもあるんですけど、手持ちのカードっていうね、いい言葉があるんですけど、まあ手持ちの部屋、手持ちの事務所の中で最善を尽くす。まあ上を見たらキリがないので、うん。 今いる場所、今いる環境の中で改善を尽くすっていう。そう。だからね、そうだからそれがね、結構ね、シンプルで一番大事かなっていう。うん、今ないものを求めるより、今あるもので、どういうふうにやっていくのかっていう。結構ね、これね、すげえ大事だと思いますね。やっぱ手まあそれが一と言で集約される手持ちのカードだと思うんですけど、今できることで最善を尽くす。うん な久保さんもね、あのー、最悪の時最善を尽くすみたいなのがありましたけど、うん、今あるもので最善を尽くすっていう、これがまあ、マイベストですよね、多分ね。マイベストっていうか、それしかマイベストがないんですよね。自分の前は自分の手持ちのカードしかないっていうね。で、ここで問題なのが、要はね、自分に手持ちのカードがないって思ってる人が問題なんですよね。 今自分の手持ちのカードがありませんよって言ってる人たちが一番きついっていう。要は手持ちのカードを持ってることに気づく。うん。それがね、すごく大事だと思いますね。だ手持ちのカードに気づくって何かっていうと、自分の価値に気づくってことですね。要は私にはできませんよとか、どうせ私には無理って言ってる人って自分の価値に気づいてないんですよ。うん。 だから自分の価値に気づいてないから、その価値を提供できないし、ではその価値を提供するためには、自分の価値に気づくためにはどうすればいいのかっていうと、やってみるしかないですね。テストしていろいろやってみて、あ、これでもいいんだ、あ、こんなんでもいいんだなとか、こういうやり方もあるんだなとか、こう、こう、こうなんだとか、自分で気づかないと、人に言われてもね、結局人に言われても弾くんで。 久保さんが何自分で気づかないといやそれはそんなそんなそ,そ,それ手持ちのカードあるよって言ってもいやその手持ちのカードじゃ僕勝てませんよみたいなねいや僕マージャン店く赤字ずっと垂れ流してたんでこんなマージャン店赤字、まあ、経営はしてたけど赤字垂れ流してこう全然ニッチもサッもいかない僕が何やってもダメですよみたいな。 赤字だった経営で、これやったら赤字になるよっていう情報を流せるじゃないですか、みたいな。経営する上での、えー、これをやると絶対赤字になると。赤字になる3つの、うん、やばいことみたいな。<laughs> 僕はこうやって赤字を作ってきましたみたいな。<laughs> なので、経営者の方は、これから何か起業する、経営する人は、これを気をつけてね、やっていただければ赤字は免れると思いますみたいな。 僕は少なくともこれをやったことによって赤字を垂れ流しましょうみたいな。それは学びになるじゃないですか。へえ。だから要はみんな失敗したくないので、どうですか。まあ、これが俗に言うしくじり先生みたいな、ね、コンテンツなんですけど、しくじった話がね、コンテンツになるっていうね。<laughs> どうすか。成功した話じゃなくて、こうやったらしくじったよみたいな。こうやったらうまくいかなかったよっていうところも価値になるわけじゃないですか。だからうまくいってない方法も価値になるんですよ。 なんで価値になるかっていうとみんな失敗したくないからです、うん、だから失敗したくないから成功する方法にも価値あるしこうやったら失敗するよっていうこにも価値があるんですよなぜここに価値があるかっていうと事前にそのこうやったら失敗するっていう方法ものを学んどけばそれをやら回避できるじゃないですかだからなんだろうなあのー、なんかあのー なんですかねあの、うんと、あれですよ。あの、こういうぐるぐる回る、何ですか、あの迷路め。迷路で、そっちのルート行くとあの壁に突き当たるよと。あ、そっちのルートに行くと壁にぶち当たるよと。まあ迷路入るじゃないですか。迷路ってありますよね、なんか。で、そっちに行くと、 あ行き止まりだよいやそっちに行くと行き止まりだよそっちに行くと行き止まりだよそっちに行くと行き止まりだよっていうのが分かってればそこを選択しないから結果的にゴールにたどり着けるっていうね <laughs> どうですか <laughs> だから最短最速でそのル迷路から抜け出すっていうその攻略方法も、まあ、もちろん価値はあるでしょうねこういけばねあの早くいけますよとでもその,そ,のそれはないけども なんだこっち行ったらダメだよっていうそうするとおのずといけるっていうねまあどっちもどっちみたいな、ね、結局 <laughs> 結局どっちも行けますよね全部これやったらダメだよっていうのを潰しとけば迷路でね、うん、まあ確かにこ,ここの道に行くとせあのゴールにたどり着けるよっていうその道筋は書けないけれどもこの こっち行ったら壁ですよっていうのを全部潰してしまっていたらゴールに行けるっていう <laughs> だまあ言い方伝え方ものの見方で結局両方価値になってしまうってことですねそうだからうまくいかなかったこともねだからこの前僕先々月かなドリアカの まあ勉強会の講義でね、僕の失敗事例言いましたね、しくじり先生みたいな。こうやったら失敗したよ、みたいな。<laughs> 塾長の失敗っていう講義を作りましたけど、塾長が何失敗したんだ、みたいなね。17年やってきてね、何の失敗するんだ、みたいなね。だしくじり先生ですよね。だからね、何でも手持ちのカードになるんですよ。うん。例えばでしょ 例えば、こういうのも、まあ、身近な事例でね、身近な事例でこういうのも役に立つんですよ。例えば、ほとんどの人って今、食べログとかでね、レビュー、レビューを見て居酒屋に行ったりするじゃないですか。どうですかレビューを見てどっかお店行くじゃないですか。みんなレビューに誘導されてる傾向が結構あったりしますよね。で、じゃあ、レビュー4.8のお店に行ったとします。レビュー4.8のお店に行ったとします。で、そのお店行ったら、実は、 ここがダメだった実はここがダメだったっていうところがレビューに載ってないとします。で確かにここは良かったけどここがダメだった。なんでここを、うん、着例えば接客が良くなかった。まあ料理はうまかったけど接客ちょっと微妙だったねと。っていう情報があったとするじゃないですか。じゃあその情報発信する上で確かにここのレビューっていうのはあのここのお店はうまいけれども接客がね あんま良くないとだから、接客を重視するような人はあんま行かない方がいいと思います。じゃ気分を害するかもしれないと。ただ、料理はうまいと。みたいなね。そう <laughs> あ、なるほど。みたいな。じゃ接客を重視するう、そういう人を、そういう接客を気にする人にとっては価値がありますよね。あ、料理はうまいけど、接客がクソなんだな、みたいなね。<laughs> とか,なんかな。なんでもいけますよね。本当に。何でもいける。うん。うーん だからある人、からなんすかね。まあ、価値っていうのは無数にあるし、もはやもう存在してるだけで価値なんで。存在の価値ですよね。もうこ,こは究極系ですけどね。まあ、なん,かなんかだろうな。地球が今存在してますけども、例えば、この前なんかその宇宙飛行士の方が引退したのかな。退職したんですよ。名前忘れましたけど、もう3回ぐらい宇宙行ってんのか、4回とか。で、なんかその思い出が、 一番最初宇宙に出た時に地球を眺めた時に地球すげえ綺麗だなっていう、まあ、地球青かったみたいガーガーリンだったかな、まあ、その言葉じゃないですけどやっぱり地球やっぱ綺麗だっていうことを言ってたんですけどももう存在じゃないですか地球っていうものが存在しててもうそれ綺麗だなっていうそこに価値があるわけですよねか分かりやすく言うならば例えばうん家族がねなんか交通事故にあってねでなんか危篤状態ですと 病院からかかってきて、今、事故にあって、あの、お母さんが、あの、危篤状態です。マジっすかみたいな。で、で、行くじゃないですか、病院にね。そしたら、先生がね、あ、手術成功しました、と。一命を取り留めました。ああ、よかった、生きてて、と。ありがとう、神様ってなりません存在に感謝ですよね。生きてることに感謝っていう。まあ、わかりやすい例ですけどね。まあ、そこでね、なんだ、うちの母ちゃん死ねばよかったのにな、って思う人は、 結構ちょっとやばいす、やばいというか、すごい関係性ですよね。<laughs> あんまいないと思うんですけどね。なんだよ、交通事故で死ねばいいのにみたいなね。死ななかったのかよみたいなね。あんまないと思うんですけど、多分あ生きててよかったっていうことに関して、存在に関して感謝すると思うんですよね。神様ありがとうみたいな。先生ありがとうございますと。でも、ただあの、助かっただけですよ。命が取り留めただけなんですよ。<laughs> 存在に関してですよね人っていうのはだからあの花が咲いてるだけでも花が咲いてるっていうことに対しての価値ですよねあ綺麗だなとだそこに存在するっていううんだから上島竜兵さんが亡くなったことによって今まで存在してたけどももう存在がなくなってしまったいなくなっただからこそああ今まであれ見れたのにみたいな感じでそ存在存在してたけどもいなくなってしまっただから多くの人が あの存在してたところに価値を見出してるんですよね。ああ、ま、もう見れないのかと。今まで普通に見れてたのに、もうあの姿、上島さんのあのおでんの芸とか、あれとかなんか見えないのかっていう、そこに価値をこう想像する。うん。でもそれっていうのは、上島さんが今ずっと生きてると、そこの価値っては出てこなかったりするんですよね。当たり前にいるから。だから存在に対して感謝とか、存在に対して価値を感じないんですよ。でもいなくなくった瞬間に あの価値がこう増幅するみたいなだからなんだろうな、まあ、何でも価値はあるんですよほ <laughs> <本当>に <laughs> だから今は隠れて見えない価値もそのうち出てきたりするしうんうなんこれ難しいですねいろいろとね勉強してください <laughs> いろいろとやって <laughs> まあでもやっぱあのあなたには価値があるよっていう ところに自分自分身が気づくことです、ね、うんそうであとはそれを使えるかつくだからそこやっぱねそこを気づくためにやっぱいろいろつかまないと気づけないですよ久保さんもね見よう見まねで,でいろいろやってみて多分久保さんもそうだと思うんですけど「あ速そっか売れるな」みたいな「あ俺の商品売れんだ」みたいな <laughs> これ ね、マージャン店の赤字経営のおっさんがなんかネットビジネス始めました。これ売れんだみたいなね。そっか塾。20、20、20万で売れんだこれみたいなね。これ20万で売れんだみたいなね。お、ね、これ20万で売れんだみたいなね。気づいたわけですよね。あ、売れるんだっていうね。でもそれもやってみないとわかんないし。 でもあとは売れなかったとしてもそこで改善をしていくことによって売れるようになるのでそう、うん、まあ改善していきましょういろいろと言ってらっしゃい。